身でもキャンプでも頼りになる料理道具、フライパン。焚き火の高温でもへっちゃらの頑強さ。ステンレスや鉄のフライパンはメンテナンスをすれば一生使っていける頼れる道具です。こんにちは、リノです。今回はこの鉄のフライパンとステンレスのフライパン、それぞれで同じようにステーキを焼いて比べてみたり、メリットやデメリットをまとめましたので、購入やメンテナンスの参考にしてみてください。それぞれのフライパンに特徴があるので、自分はどちらのフライパンが好きか考えてみてくださいね。一般的に普及しているフライパンは、表面にテフロン加工がされた、食材がくっつかず焦げない加工がされたものですが、使っているうちにテフロンが剥がれてしまい使えなくなってしまう消耗品です。一方、この鉄のフライパンやステンレスのフライパンはしっかりとメンテナンスをすれば一生使える頼れる道具です。私が使っているのはタークの鉄のフライパンと BMF のステンレスフライパン、ともにドイツのメーカーのものです。私はタークのフライパンを買う前まではステンレスのフライパンを使っていました。どちらもお気に入りの道具です。まずステンレスのフライパンのメリットですが、丈夫でずっと使えますし、錆びにくいのでメンテナンスも楽です。そして銀色に光ってかっこいい。逆にデメリットですが、温まりにくいので最初に時間がかかります。あとはテフロン加工された一般的なフライパンより重たいです。これは直径25センチで 1.1 キロあります。ステンレスのフライパンはフライパンが十分に温まっていないまま料理をしてしまうと食材がくっついてしまいます。こうやって水滴を垂らしてジューッと蒸発しているうちはまだ温度が低いです。水を落とした時に踊るように弾けるくらいになると、フライパンの表面温度が250度くらいに温まっている目安になります。ポイントは十分に火を入れてフライパンを温めてあげることです。それにしてもこの水の玉かわいいですよね。フライパンが十分に温まったところで火を止めて、油を敷いてなじませます。このままだと温度が高すぎて食材が焦げてしまうので、一度濡れた布巾の上に置いて熱を冷まします。それから中火で調理を開始します。ステンレスのフライパンは調理の前にフライパンを温めるひと手間が必要ということですね。鉄のフライパンより片付けが楽な分、ステンレスのフライパンは準備に手間がかかります。でもちゃんと準備をしたから、くっつきやすい目玉焼きもきれいに焼けています。ステンレスのフライパンは頑丈で、フライ返しとかでガシガシ料理しても傷つきません。一方、鉄のフライパンのメリットは、丈夫でずっと使える、おいしく焼ける、育てていけるフライパン、そして黒い姿がかっこいいです。デメリットは、水がついたまま放っておくと錆びてしまう。やっぱり重い。これは直径24センチで 1.4 キロあります。それでは実際にステーキを焼き比べてみましょう。
まずステンレスのフライパンからきちんと温めて調理開始です。この先に温めるひと手間、少し前に火をつけるだけですので、慣れてしまえば手間にも思わないくらい楽です。テフロン加工されたフライパンはフライ返しで引っ掛けてしまうと表面の加工が剥がれてしまいますし、どんどん劣化していってしまいますが、ステンレスや鉄のフライパンなら気にせず高温でガシガシと料理ができます。一般的に普及しているフライパンに比べてちょっと割高に思う人もいるかもしれません。ですがメンテナンスをしっかりとしていけば一生使えるとも言われています。お料理は日々の暮らしでもキャンプでも毎日欠かせないもの。道具を愛着を持って使えるものにしてあげると料理も楽しくなると思います。ステンレスのフライパンで焼いたステーキ、美味しそうに焼けました。次に鉄のフライパンでステーキを焼いていきます。私が使っているのはタークのクラシックフライパン。ステンレスと違うのは熱の伝わり方。鉄のフライパンは火を止めても温かいまま、薪ストーブのようにじんわりと熱が伝わるので、お肉を焼くと表面がカリッと中がジュワッと焼き上がります。タークのフライパンを買うまではフライパンでそんなに美味しさが変わるの？と思っていたのですが、使ってみてびっくり。不思議なくらい食感も風味も違うんです。使っていくうちに油膜ができてツルツルになり、どんどん使い勝手が良くなります。育てるフライパンと言われていますが、だんだんと自分色に染まって使いやすくなっていくフライパン、愛着が湧かないわけはありませんね。キャンプにもいつも連れて行ってるタークのフライパン、思い出も詰まっているので私の宝物の一つです。こちらも美味しそうに焼けました。ステンレスのフライパンで焼いたステーキと鉄のフライパンで焼いたステーキ、見た目はどちらも綺麗に焼けていますね。では贅沢に食べ比べてみます。まずはステンレスフライパンのステーキから。いい焼き色で美味しそうに焼けています。口に入れると肉汁があふれ出します。こちらが鉄フライパンで焼いたステーキ。見た目にはほとんど一緒ですが、やはりちょっと風味が違うんです。油膜なのか鉄分なのか分かりませんが、ステンレスがプレーンに焼ける印象で、鉄はフライパンについている風味が少しだけ食材に乗っかっている印象です。気のせいかもしれないぐらい微妙な差ですが、最後に後片付け。どちらのフライパンも残った油をキッチンペーパーで拭き取ってからスポンジで残った汚れを落として洗い流します。焦げついているように見えますが、軽くこするだけできれいになります。水がついたままだと鉄のフライパンは錆びてしまう。これが一番の懸念点で、鉄のフライパンを買わない人も多いかと思います。確かに水回りで使う道具なのに、水がついたまま放っておけばすぐに錆びてしまいます。これは不便ですが、使い終わった時にきちんと火にかけて水分を飛ばせば錆びることはありません。ステンレスのフライパンは使用前によく温めるという手間がかかりました。鉄のフライパンは使用後に火にかけて水分を飛ばし、油を薄く塗り込むという手間がかかります。手間がかかる方が愛着が湧くので、私はどちらのフライパンも大好きです。
ステンレスのフライパンと鉄のフライパンの違い、参考になりましたでしょうか。最後まで見ていただいてありがとうございます。